はい、どうもさん、こんにちは、もち TV です。ということで、今回も、ウィニングレベル2018アプリやっていきたいと思います。ということで、前回に引き続き、こちら、スペシャルエージェント、引いていきましょう。やったぜ、ジーコ。まあ、前回に引き続き、まずは20連。引いていきます。まあね、10連はもうちょっと先にしよう。ただね、まあ、黒の10分の1の確率がどうなるかみたいなことなんで、トレードをさ、1回ずつさ、全部ぶち込んでみるっていうのをやってるやん。1個、うん、ただいっぱいいるんだけどね。いや、ほら、ロナウドに全部放ってさ、2個フィリピン、新規ですね。ねえ、まあ本当そんな声だよね。そう、ジンク自分のことを静かなことなんて言うの、なんかもうらなんかもうらジンクヒューちゃん、マラソンだよ、もう3回目。まあ、あのね、やっぱ雷が鳴ったらもうブワーってやばい、脳汁出るね。ベチェーって言うんだよね。脳汁出まくりだよ、うん、さあ2分の1になる、一気に、うん、一気に2分の1になる。やっば、5割前はさ、ベッカムは黒だったからね。そう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 、分かんなかったんだよね。そう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 、でも今回は雷じゃん、ジーコは雷、多分ジーコ雷でしょ、うん、いや、絶対ジーコ、絶対ジーコじゃない、絶対雷。ドゥドゥね、なんかこれボーナス選手になってなかった、今回は関係ないの、うん、前じゃない、これ結構まあ、瞬発でもあるな、トレーナーを作るためのガチャじゃねえぞそれはあるけど、もうサンチェス欲しいんだよな。何毛ね、いやー、鬼、おフェリピメロじゃん、これめちゃめちゃいいんだよな、メロちゃんね。そう、ロッペンめっちゃ削ってたで。いやー、あー、結構でも能力値高い、銀の、フェリピメロすごい強いよね、結構銀ですげえいいじゃん。そう、まあ、でもコンディション点7だぞ。まあ、レナス・サンチェスってやつがいるからね。え、めっちゃよくね。いや、今もうね、メロすげえ好きだったけどね、釣り車で。あれ、ね、いいんじゃないの、インテリジーだよね、結構、うん、わっしょい、もうマルセロ、こっちのマルセロか、191の、でっけえなー、センターバック、でかいな、グリックとかできるよね。結構強いな、強いんだけれども、強いなトレーナー、強いなトレーナー、まあね、どこで来るのか。普通にね、まあ別に確定エースとかなくて、ゼロベルドじゃん、43? え、これ待って、これレジェンド、あ、いや違う、43レジェンド、ゼロベルトってさ、めちゃめちゃ古くない、まだやってたの、43はないでしょ、やってるってさ、カズじゃん、いや、ゼロベルトってまだやってたの、これちょっと取っとこう、うん、おっさんイレブン作ろう、ゼロベルトまだやってたの、いや、これあれなんじゃない、レジェンド枠じゃないの、これ違うの、これはレジェンドじゃないの、レジェンド2人いた、レジェンド2人いた、レジェンド色じゃなかったよ、弾が金15ね、天才ね、これいいじゃん、もう3だよね、32、あー、これいいな、でもまあちょっと使いづらいんだよね、ジェイコって、ロナウドの2位になります、レシピあの、なんだろう、はい、あ、ずれた、ジョゼか、26、あ、え、あー、5、あー、とどめ、やる気あるんだけどねっていう選手ね、ジーコ来ねえかな、ひょっこり、ひょっこりジーコ日本に来ました、何それ、急に、そう、すごい早い、はい、トレーナーに転身が多いね、全員トレーナーに転身させられてる、ほぼほぼほぼ、ここあー、金が多いね、デュデュだ、また来た、金かお前、でもライトウィングが一番ロナウドに食わせると、そうだね、ロナウドに伸びしてないの、いや、ロナウドじゃない、そうなんだ、うん、あ、マルセロ任せてくれ、
10人ぐらい聞いたもんな。お前ちょ引きすぎてるかもしれない。任してくれ。これ早いからね、さっさと行くから、ね、あーあっ、ちょっと待って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 、まあ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 、突ります突ります。マジで突ります突ります。これでいいよね。あ、枠で、あ、枠がないから、じゃあちょっと枠で一時的に保有ね。そうだね、はい、はい、ということで整理したんで行きましょう。ぶっちこめぶっちこめぶっちこめ、うん、あんあんあん。いやー、2個、2個ずれ、それでいこう。あ、これ全部選手だと思うんだ。あ、やべやべやべ、66だからな、やばかった。ぶっちこめぶっちこめ、期待を見せろ。いや、でもミリア来てもうてんだよな。来てんのか、またミリアン強いけどね、普通に。ただ後半でもだからな、まあ、そこはネックだね。だからウィリアンが被るっていうのが、サンチェスがね、欲しかったな、それだったらね。いや、マジで行ってきてんだよな、もう。まあ、そうやな。レオ、あ、これ新しい、ちょっと見ようか、一応。レオ、メッシ、あー、オッケー、サイドバックでトレーナーと、厳しい、くいや、これマジ厳しいからね。やばいよね、マジ出ねえよ。奥に、いや、マジで顔を放ったんだけどな。いや、取り直しでしょ、やっば。まあでもそれはそうよ。あと何回これ分からん。17だから12いったら終わりってことか。そうだね。いや、それダメなんだよな、それじゃ。いや、放出取れない取れない取れない、放出じゃダメなんだよ。そう、横ずれじゃダメなんだよね。横ずれじゃダメなんだよ。横ずれで確かにダメなんだよ。神なるし、ネイマール来たらマジやばいな、俺放心状態になって100個のなんか玉の中に手突っ込んでる感じなんだよ。そう、で、来ねえかなみたいな、引いてね。だけど、そうじゃないんだよ、 3.1% なんだよ、うん、そこがミソ。あ、やべやべ、1% しか来ないって言うのは鬼キツなんだよな。やべえよ、やばいな。え、レジェンドはマジでやばい。ウィリアン、新しい、31歳、こっちのウィリアンだ。あ、デコイだもん。いや、燃えたくらみてえな。なんだウィリアンかぶりかよ。ウィリアンカブリがあるね。これボックスドローだったら速攻終わるんだけどな、これ。さすがに厳しいね。さすがにやらせたよね、そんなには。あっ、これ舐めてんのか、おめえ。おめえ、あまり舐めるんじゃねえだって。おい。それ、赤いプルトニウムあるでしょ。赤のプルトニウム。全然似てねえから。こんな感じだよ。赤プルの真似すなよ。こんな感じだよ。あー、これで終わりか。え、終わり？あー、だって17だったもんね。ちょっと500ぐらいかな。あと5、じゃあ33行こう。33行く、これしょけるからな、やっぱり。あーい、ビッチなれや。ビッチなったらもうどっちか2分の1なんだだな。うわ、すごい。特徴的な顔だ、これだね。うん、クーだね。まあね、そんな来ないもん。俺ら何回で来たっけ。いや、めっちゃ運良かったよ。でも3万何回か出してたよね。3万ぐらいだった。あー、来ない鬼。ペレイラめっちゃなんかふてぶてしいな、お前。ダールみたいな、眠む、うん、ダールみたいな。さあ、あと1回ね、33でいきましょう。いや、マジか。まあでもそんな簡単に出ねえよな。出ないね。もう甘いよな、勝てよ。考えてることは甘いよな。勝てよ、普通に勝てよ。いや、クキキピンでね、なんかね、めぼしいやついた。あー、フェルナンジーノか。あ、これ一応取っといて、あのね、18の方にする、新しくするか、うん、結構、フェルナンジーノね、まあ、嫌いじゃない。なるほど、コンディション上がってる。4だ、4なんだけどね、ウィングでもよ、あれだね。じゃあいいね、これ取っとくね、うん、プレイスタイル好き、はい、よっしゃー、行きます、3回あの3回頼む、神よ。えー、神様、神様の字行こう。
時間。結構でも前回もやっ今週は8じゃん、円引きビンビン。まあ8以外なんもねえな。本当だ、取りえねえわ8以外。それはしゃあねえな。怖い怖い。あ、うわ、なんで2個あんのよ。もう2個ずれたら終わり。エルナニ出た、エルナニ。マジウィリアンかよ。いや嬉しいけどさ。いやウィリアン嬉しいんだけどね。違う黒が見たいよ。ビーチになるまで待機かな。くそマジか。ビーチになるまで待機やな、これ。こればかりはしょうがない。レオ・ボナチュイ、うん、やっぱ文句は言えないね。そうだね、これはしょうがないんでね。まあということですね、今回もまあ20連以上引いてきたと思うんですけれども、はい、まあ黒はでもね、あの来てるんでしっかり、うん、まあまだまだ、1以降はね、やっぱ何が何でもゲットしていきたい選手。黒が出て10分の1発生して、うん、ただ雷が鳴ったらそこに2分の1になるというね。パチンコです。 10連はどうしようかねっていうのはまだちょっとね。そうだね、10連してもあんま意味ない。そう、ちょっとまだ金が来るだけだから、そう怖いからね、うん、ちょっと考えていきたいと思います。ということで、また次回の場所、さよなら。バー